まあ、なるべくヒットの確率が高い角度っていうのがちょっと上の角度になると思うんで、まあ、少しこう上向きのスイング軌道に入れるのがこう理にかなってるんではないかなというふうに思っているので。皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は東東京屈指の実力校実践学園の練習にお邪魔しました。春は都大会の初戦で同じ東東京の岩倉の前に敗れ、夏はノーシードとなりましたが、毎年力のあるチームを作り上げているだけに、ライバルたちにとって実践学園は非常に怖い存在です。そんな実践学園は現在どういった練習をしながら夏への準備を進めているのでしょうか。早速見ていきましょう。東京都中野区にある校舎から電車で1時間15分ほど離れた八王子市にグラウンドを持っている実践学園。高尾総合グラウンドは全面人工芝でサッカー部と共用しながらですが、広さはご覧の通り、練習するには十分です。ただ取材時は新型コロナウイルスの影響で練習時間を制限、6時を目安に練習を終えて7時までには解散。さらに感染防止のために練習中でもマスクを必ず着用するなど、なかなか思うように練習ができない状況ですが、選手たちは限られた中で最大限練習に取り組みます。その中でも実践学園の特徴は自主練習を大事にすること。澤里監督の方針によるものですが、その様子を見ていると少し変わったスイングをする選手たちが多く見られました。これは流行りのフライボール革命といっても良さそうなバッティングですが、これは澤里監督が選手たちに提案した一つの考え方で、あくまで強制ではないようです。教えるっていうよりは、結構その、まあ、メジャーリーグであったりとか、まあ、中南米の野球を見る機会が結構多くて、まあ、そういった地域のバッティングにこう憧れを持ってるっていうのは確かにあるんですけれども、なので、まあ、選手たちに、まあ、そういった動画をたくさんこう見せるような機会っていうのはあるんですね、はい、なので、まあ、そういった中で、まあ、本人たちが、どういったバッティングがいいのかっていうことを取捨選択して、練習している中で、自然とそうなっていったのかなっていうのは感じますけど。実際に吉村主将も取捨選択をしながら自分が結果を残せるスイングを作る中でフライボール革命の打ち方を取り組むようにしているようですが、ポイントは体の軸とスイング軌道のようです。ヒットの確率っていうのが大きいの、まあ、自分とかはクリーンアップ任されてるので、まあ、そうするとやっぱり長打力っていうのが、まあ、必要だと思うんですけど、やっぱりその角度の方が、低くなる確率が高いプラス長打も出やすいっていうのがあって、まあ、そこが、いい点っていうふうに教わって、普通地面に対してのこれがレベルスイングっていう人も多いと思うんですけど、この体の軸がこうなってて、その角度に沿ってれば体とバットはその垂直関係にあるので、こうした確かな理論を持っている実践学園はバッティングだけではなく守備もレベルが高く、選手個々に力があります。その中から気になる選手を4人ピックアップします。最初は下級生ながら背番号13をつけて春季大会では中軸を担った森岡選手です。中学時代からフライボール革命を取り入れ、実践学園に入学してさらに磨きがかかったスラッガー。中田翔選手のような強打者を目指し日々鍛錬を積む次世代の強打者の活躍に注目です。続いては4番に座る後藤選手。後藤選手はフライボール革命を取り入れているわけではないですが、鋭いスイングと強烈なインパクトで打球を飛ばすスラッガー。普段から浅村選手のようなバッターを目指しているそうで、夏の大会も活躍が楽しみな選手です。3人目はピッチャーから。エース菅沼投手は右サイドハンドから140キロのまっすぐを投げ込む本格派右腕。またスライダーなどの切れ味鋭い変化球も使い分ける菅沼投手。元ヤクルトのイムチャンヨン投手を参考に現在もフォームを固めていますが、東東京屈指の好投手として夏の大会も盛り上げてくれるのではないでしょうか。
最後に紹介したいのが主将の吉村選手です。吉田正尚選手のような選手を目指している吉村選手ですが、取材日は木製バットを使っての練習をしていて、ご覧の通りのスイング、すでに快音を連発させており、澤里監督も期待を寄せているスラッガー。ホームランこそ少ないですが、野手の間を鋭い打球で抜いていく中距離砲として夏の活躍が楽しみな強打者です。秋は東海大高輪台、春は岩倉と同地区のライバルたちの前に敗れている実践学園。ここまでの悔しい思いを晴らすために現在も練習に打ち込んでいます。その3点取られて負けたんで、9回の粘り強さっていうのが自分にやっぱり今足りないかなっていうのは思います。どのように勝っていくかっていうのを試行錯誤しながら、やっぱ最初は全然チームとして機能していなくて、そこから秋、春と結構悔しい結果で終わってしまったので、だから今はだんだんとチームとして結束できているのかなと思います。そんな選手たちに最後に夏への意気込みを聞きました。やっぱ自分の強みっていうのはスイングの強さであったり、コンパクトの強さであったり、そういう部分だと思うので、その部分をしっかりと発揮してチームの勝利に貢献できればいいと思ってます。やっぱり夏の大会は、実際秋と春は自分のせいで負けてるんで、自分がしっかり抑えてチームをやっぱり勝たせるような投手です。春は、惜しい形で負けてしまったんで、まあ、最後の大会なんで、この仲間たちと、一戦でも戦えるように、甲子園行けるように、全力で頑張っていきたいと思います。実践学園の皆さん、今回はありがとうございました。夏の躍進を期待しています。高校野球 .com では中学高校球児の皆さんにとって日々の活力になる動画を毎日配信させていただいております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続してやり続けることだと考えています。ライバルチームの情報やドラフト候補選手の思考法、また甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって日頃のモチベーションにしてもらえたらと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。